このまま後ろの方に持たれてください。はい。お首体勢辛くないですか？はい。ではクリームを塗布していきます。失礼します。ともにだったりたるみで外側に開いてしまって鼻の穴が大きくなっちゃうんですけど、ちょっとクリームをお肌に入れ込んでいきます。大丈夫ですか？これもメントールとかも入ってて、あとお顔の脂肪を潰して流していきます。こんにちは。お待ちしておりました。よろしくお願いします。はい。失礼します。お手元の承諾を、はい、失礼いたします。はい。ありがとうございます。はい、どうぞお上がりください。はい。よいしょ。はい。わ、かわいい。はい。お願いします。はい、失礼いたします。失礼します。どうぞこちらをお召し上がりくださいませ。はい、はい、ご来店ありがとうございます。ティーサロンの稲葉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらは、練馬高野台の女性専用のサロンになっておりまして、お悩みに合わせてお手入れの方させていただいてるんですけれども、シミとかシワとかたるみ、ニキビ、あとは毛穴の開きだったり、トータルのエステサロンをさせていただいております。たくさんの人たちにこう会ったりですとか、旅行だったりとかで楽しんでいく中で、まあ、ゆっくり過ごしていただいたり、あとちょっとお肌の変化を見ていただいたりとかっていうところで、こちらの方でゆっくりもしていただければと思いますので、本日のメニュー、象眼マッサージという、はい、お手入れをさせていただきます。お顔のお肉をギュッと持ち上げて、で、老廃物などを潰して流していって、そしてリンパだったりの流れも良くすることによって、体がポカポカしてきたりですとか、お顔もすっきりするような感じのコースで、透明感だったりとか、あとは肌の張りだったりとか、あと目元のお疲れとか、そういったものもすっきりとしていただけるようなおコースになっておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。わあ、レモンとか、はい、ストレスな、グレープフルーツ。一つですね。一つ選びください。はい、それでこのレモンの方が良かったですか？はい。はい、じゃあこちらで、はい、お入りしていきます。よろしくお願いいたします。ではターバンを巻いてまいります。はい、失礼いたします。
クレンジングをお乗せしていきます。失礼します。失礼いたします。拭き取ってまいります。ウォッシングの泡を乗せていきます。失礼します。ホットタオルで拭き取っていきます。失礼いたします。熱くないですか？はい、失礼します。このまま後ろの方に持たれてください。はい。お首体勢辛くないですか？はい。ではクリームを塗布していきます。失礼します。鏡を見て施術するのは何か理由ありますか？鏡を見て施術するのは後ろからでないと圧がかからないので、この向きでやらなくちゃいけないんですけど、お客様の顔が見えないので、なのでこのような形でやらせていただいております。顔の脂肪を潰して流していきます。この横のところの咬筋という、ギュッと噛むと筋と硬くなる筋肉が今ちょっと硬さが見られるんですけど、これも食いしばりが強い方なんかは結構痛いんですけど、ほぐれるとお顔のラインがすごくすっきりします。下がりとおでこのシワを取り除いていきます。頭皮がこの後マッサージあるんですけど、頭硬くなってる方最近多いので、頭皮硬くなるとこのおでこも硬くなって、目が開けづらくなるので、それをしっかりと持ち上げてほぐしていきます。
します。流していく手技を全部で3回繰り返していきます。1セット目は準備運動みたいな意味合いで少しほぐすような感じで触っていって、2回転目でしっかり流れを作って老廃物をしっかりと流していくような感じで入っていって、3回転目でお顔のラインを作るように筋肉にしっかりアプローチをかけてやっていくような感じになります。1回転目は少し痛みを感じたりお肉の硬さを感じるんですけど、だんだんやっていくうちにお肉が柔らかくなる感じがあったりですとか、あと流れてポカポカする感じがあるので、受けていただいている方がだんだんちょっとあったかくなってきたっていう風に言っていただけたりします。失礼します。痛気持ちぐらいが適圧になるので、痛すぎても力が入ってしまって筋肉が硬くなってしまうので、痛気持ちぐらいの圧で受けてください。お力加減大丈夫ですか？はい、はい、目元の眼輪筋をほぐしていきます。眉毛の上のところの筋肉が盛り上がって硬くなってしまうので、そうすると目が開けづらくなったり視界がこう狭くなるような感じとか重だるさが出てしまうんですけど、これでほぐして流していくと後で目がすごくすっきりした感じだったり、あと目が開けやすくなったり目も大きくなっていただけます。口輪筋のマッサージです。お鼻の穴も年齢とともにだったりたるみで外側に開いてしまって鼻の穴が大きくなっちゃうんですけど、ここをほぐしてあげると鼻の穴もちっちゃくなって鼻が高くなります。
主義は日本人が作った主義ですか？うん、あ、そうですね、もともと以前勤めてたところで習得した技術なんですけど、すごく有名な美容家さんがもともと考えられたマッサージがあって、それをベースにさせていただいて、でちょっと私なりにアレンジを加えたマッサージになっています。結構しっかりめの圧でほぐしていくフェイシャルで、結果が出るお手入れなので、ちょっと他のマッサージとは少し違った感じでハマっていただける方が多いです。はい、お疲れ様でございます。ベッドを戻しして、またパックへと入っていきます。はい、じゃあローションをまた塗布していきます。では、美容液を塗布していきます。失礼します。ビタミンの A、C、E の入った美容液になります。アンチエイジングの美容液です。続けてビタミン E の美容液を塗布していきます。目元の乾燥を和らげる美容液になります。ビタミンの ABCK のクリームをのせていきます。ここ喉のクリームで、ビタミンの黄色い色をしているクリームになります。ヒアルロン酸のクリームパックをのせていきます。空気中の水分もお肌の中に引き込んでくれるようなヒアルロン酸がたっぷり入ったクリームになります。美容液を全部で4種類クリームとのせてからパックを行っていきます。少し押してきます。
お顔にあるツボを少し刺激していきます。失礼します。冷たくなります。大丈夫ですか？はい。冷たいですね。これもメントールとかも入ってて、あとケイ素とかミネラル分がたくさん入った今パックなんですけど、今乗せた美容液たちをこれでしっかりお肌に浸透させやすくしていきます。ビタミンの吸収をミネラルが吸収しやすく補ってくれるんですけど、これとさっきの美容液を合わせるとすごいさらにお肌がしっとりプリプリに仕上がります。頭眼マッサージで血流が上がったところにこの冷たいパックをするとクールダウンをするような感じですごく気持ちがいいのと、あと血管がすごく開いた状態に今なってるところを今度冷たいのでキュッと締めていくとより血液がこう動いてくれて顔色が白くなったり老廃物が流れやすくなったりします。ではパックを乗せてお時間置いている間にご一緒にデコルテのマッサージも行っていきます。でもあたりも滞りが多い人とか、あと腕って意外と疲れてるのでこのほぐしをちょっと入りさせていただくだけでも二の腕とかが細くなる方とかもいらっしゃいます。失礼します。大胸筋をほぐしていきます。胸の筋肉が硬いと肺にしっかり空気が入り込まなくなってしまうので呼吸が浅くなって疲れやすくなったりしてしまうんですけど、あと結構背中丸まって猫背になってしまったりしてる方はここがすごく縮んで硬くなってるのでしっかり緩めていきます。呼吸のしやすさだったりも後で実感していただきます。
パックを外しをしていきます。失礼します。手でローションを塗布していきます。冷たくなります。すごいお肌が手に吸い付いてくるくらい柔らかくなってます。すごく綺麗になってますなってますね。今ビタミンの ABC 系の高濃度のクリーム美容液をつけました。お仕上げにヒアルロン酸のクリームパックをのせていきます。このクリームがすごい本当シワがなかったことになるぐらい肌がこう張りが出てくれるクリームなので、ちょっとたっぷりのせておきます。クリームをお肌に入れ込んでいきます。すごく綺麗ですね。頭を触っていきます。リフトアップのブラシで頭を触っていきます。頭のツボの集まりの経絡に沿ってブラシを動かしていくと、このブラシに天然の鉱石が練り込まれてるんですけど、それによって頭皮が血行が良くなって柔らかくなります。そうするとお顔がブラシで溶かすだけでも引き上がるような、ちょっとうちでは魔法のブラシと呼んでいるんですが、それをちょっと最後にやっていきます。
はい、お疲れ様でございました。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to this very pretty salon that is located in a very beautiful area. This place is located near Nerima Takanodai Station. It's 3 minutes walk, and the salon itself is so cozy. It's kind of very pretty.And it's only women salon. They have full body massage, facials, and scalp massage. So today I got face lifting, face massage menu that includes decollete, scalp massage, and shoulder massage a little bit. Hair techniques are unique. You get massage while sitting.And it's promoting blood circulation on the face and bringing to the decollete area. And they have scalp massage while laying down. Also, I really like the feeling when pressure is applied while I'm sitting. I can really feel the pressure going like so smooth. And she can see here.Movements on the mirror, even though it wasn't so visible to on the camera, but there is a mirror she can see. After that part, I could really see my face more lifted up, more toned up, and more smoother, like fresher. Also, she applies such a nice product after the massage. I feel like the face pack is so beneficial to calm down sensitive skin, especially. You can see my face is glowing, and it's really glowing. Face pack was a little cold. It was quite cold. It's really best for calming down the skin, toning up, and while having face pack on the face, you can get scalp massage and also.Decollete massage and all that while having the face pack on. Everyone is welcome. This is only women's spa. There is a special discount for only ASMRTwix subscribers. When you come here, mention ASMRTwix that you watched this video and you are a subscriber of our channel, so you can get 10% off discount from your first menu. There is before and after tea. Hospitality is justvery top level. She is very sweet person too. Foreigners are welcome. If you can speak a little bit of Japanese, or you can use Google Translator or another application. She has experience of 20 years and she opened her own salon 6 years ago, but she has more than 20 years of experience. Her skin is also very smooth. All of the estheticians have really nice, beautiful skin. And you guys notice that too. That's the sign you can trust those people, because they know how massage products work on themselves too. So you can really get your facial and massage done by professionals.Our Burston collection will be out on our website, so make sure you check the description below. If you are interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation, and I will see you in my next video. Bye!